リアルスタイルフィットネスクラブトレーナーの矢島です。今日はレッグプレスをやっていきたいと思います。で、普通のレッグプレスは大腿四頭筋、ももの前の筋肉を鍛えることがメインとなってくるんですが、今日は、女性に嬉しいヒップアップの意味も込めてちょっと横を向いたバージョンでやってみたいと思います。で、いつものレッグプレスのように仰向けに寝転がっていただいて膝を伸ばします。で、ここまではいつもの普通のレッグプレスと同じなんですが、ここからちょっとぐるっと体を90度ぐらい横に向いていただいて、片足で、上になる方の足を軸足にして立ちます。で、ここからあとは、スクワットと同じ要領で膝を曲げていく。で、なるべく下まで来たら伸ばす。で、これの繰り返しになります。で、しゃがんだ時に軸足のお尻側がこうビューンと伸びてる、ストレッチしてるのを感じてから、そこから縮める。で、ちょっとだけこうかかとで押すようなイメージでやってあげると、より一層お尻側の筋肉を鍛えることができるので、こんな感じやっていきます。で、あんまり下までしゃがみすぎると、今度この大腿四頭筋、ももの前の筋肉を使って上げてきてしまうので、あんまり深くまではしゃがまなくて OK です。お尻が伸びてるなっていうところで蹴る、ここから蹴るっていうのも繰り返しになります。なので早速反対足でやってみたいと思います。自分でお尻触りながらやってあげると、より一層そのストレッチと収縮っていうのが分かりやすくていいかなと思います。だいたい重すぎないなっていうぐらいの重量で10回から15回をかける3セットやっていただいたらいいかなと思いますので、ぜひ皆さんチャレンジしてみてください。